歪んだ波紋は、塩田武史の連作短編小説集。小説現代2017年5月号から2018年2月号に、掲載の4編に書き下ろし1編を加え、2018年8月9日に、講談社より刊行された。現役やかつての新聞記者を、主人公に語法にまつわる5つの物語を描いた、社会派小説。第40回。 吉川英治文学新人賞受賞作品。2019年11月に NHKBS プレミアムでテレビドラマ化された。本作は語法を主要テーマとしており、それぞれの短編は語法ともう一つのテーマに沿った形で物語が展開されている。塩田はインタビューで、この作品を通して描きたかったのは人間の弱さ。書き終えた今、語法を描くことは、 人間の弱さを描くことと同じことなのではないかと思う。誤報を容認することはできないが、誤報そのものを問題視しなかったことにも、人間の弱さがあるように感じると語っている。黒い雷強反射ゼロの影 D の微笑を歪んだ波紋、NHKBS、プレミアム、プレミアムドラマで2019年11月3日から12月22日まで連続8回で放送された。 主演は松田隆平。BS4K にて2019年10月30日から12月18日まで毎週水曜20時40分から21時29分に先行放送された。原作小説の短編5作品を融合し、1本の連続ドラマとして放送される。舞台は原作の神戸から横浜に変更している。新神奈川日報の新聞記者である。 沢村雅彦は、報道部デスクの中島雄一郎から、引き逃げ死亡事故被害者の妻である森本厚子の取材を依頼される。理由は、報道部デスクの桐野博士が入手した引き逃げ車両の写真と厚子が所有する乗用車の特徴が一致し、彼女を容疑者と睨んでいるからである。中島は、取材を終えた、雅彦の報告と霧野の写真から厚子が加害者で、あると確信して、 記事の作成を指示する。記事が掲載された後、正彦は写真の信憑性に疑問を感じ、知り合いの警察副所長に確認したところ、誤報記事だったことが判明し、呆然となる。正彦が中島を問い詰めると写真はキリノが虚報記事作成を手引きする闇サイト、メイクニュースを参考に捏造したものだと知らされる。その後、訂正記事を持って、 厚子に謝罪するが許してもらえず、風評被害に苦しみながら生活していく彼女を見守るしかなかった。雅彦は意図的に誤報記事を書かせたキリノの動向を追うとともに誤報の原因となったメイクニュースについても調査を開始する。主要人物その他ゲスト、ありがとうございます。